えー、お疲れ様です。本日の爆上がり仮想通貨なんですけども、1月の5日にね、ニュースが入ってきましたんで、その時にちょっと触れたあ仮想通貨ガンマの紹介になります、えー。これはね、あの、分散型金融のディファイっていうのでよく利用される流動性管理型のプロトコル、ガンマストラビティってやつなんですけども、これがね、4日ですね、資産流出の被害にあったことを、まあ、公表したわけなんですよ。 ま、というね、ちょっとネガティブなニュースだったわけですけども、こちらの方が、あの、コイン、なんとかって、コインマーケットキャップかなんかのニュースにあったんで取り上げたんですよ。ちょっとね、あの、すいません、ニュースのリンクは拾ってくるのが。 動画がたくさんありすぎてね、私自分の動画がどこにあるのかわかんなくなっちゃったんで、まあそういったことがあったよってことだけお知らせしておきます。で、今ご覧になってるのが、あの、ガンマのね、公式サイトなんですけども、こちらの方でガンマの紹介とか、ガンマのね、特徴とか、導入とか、ユニスワップでありますよとか、トークンがこれですよっていうのを紹介されてます。ね。この記号に見覚えがある方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、今日はね、このガンマっていう通貨が、 ああ、いつものコインゲッコで、こちらの方にね、1208%で爆上がりしましたよと、初めての爆上がりです。えー、これね、いつ来るかいつ来るかと思ってたんで、私も仕込み損ねたんですけども、これ見てください、グラフ。ね、ずっと、ただ同然だったね、ガンマがね、1月に紹介してから、一気にバカーンと上がったわけですよ。こんなバカなっていうふうに私もね、度ギモ抜かれたわけなんですけども、これマックスで見てみましょうか。うん、だからね、上場以来、ずっとね、 こういう価格で推移してきたのが、急に上がったんですよ。で、仮想通貨のランキングで500位ぐらいに食い込んできた497位ですね。これはちょっとね、私も自分で触れておきながら、これ上がるんじゃないかなって言いながらね、ちょっとね、全然マークしてなかったんですけどびっくりですよ、今日。しまった、みたいなね。要するに気になってはいたんですけども、チェックしきれないんですよ、やっぱ多すぎて。 何が言いたいかっていうとね、仮想通貨の業界、まだまだ一攫千金がたくさん眠ってるのをこうやって毎日放送したらお分かりになると思うんですけども、私もね、いくら分散投資って言っても、ランキング1000位の中の1000個全部にね、分散投資したら1個1万円入れてても1000万円いりますからね、ちょっとそこまでできないんですよ。ですんで、だいたい600位から800位の中で200名柄のうち20名柄ぐらいに絞って、 投資して、さらにその中の10銘柄を月に1本こうやって紹介するっていうペースにしてみたんですけども、いやーなんかね、私がね、気になっていた通貨の、まあこれーン入れようかなと思ってたのに、入れてないやつがもうね、入れる前に上がっちゃいましたってことでしたね。まだまだチャンスありますんで、今後のニュースを楽しみにしていただければと思います。それでは、ガンマ。